キラキラハートのジュエルペット、キラキラ。私たち大好きなパートナーと一緒に魔法学校で魔法を教わってるにゅ。ジュエルスターを12個集めたらジュエルスターグランプリに出られちゃう。目指せ輝くジュエルスター。女の子は誰でも素敵な魔法使い、ピンクのピンクのジュエルフラッシュ。ハッピージンクル、ハッピーハッピーとびきりのハッピーハッピー、夢を見て飛んで飛んで未来へ。レディゴーレディゴーレディゴー、ハッピージンクル、ハッピージンクルジンクル、ハッピーハッピージンクルジンクル。女の子は誰も世界中でたった一つのジュエルよ。ハッピーハッピーハッピー、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。うん、そうそうよママ、明日だからね。ママ絶対忘れないで来てね。もちろん分かってるわよ。歌手のオーディション？そうよ、明日ロサンゼルスであるの。私のママもこのオーディションで優勝して歌手になったのよ。じゃあこのセリーヌ・ブライトってミリアのママだったの？知らなかったのかにゃ。だってセリーヌ・ブライトって言ったら綺麗で歌も上手くて世界中ですっごい人気だし。そんな大スターが私のママじゃ変だって言うの？まあママは関係ないわ。私は私の実力で優勝を勝ち取るの。だって私はKMP! 完全無欠の美少女ですもの。優勝できるといいね。そうだね。何言ってるの？優勝は当たり前よ。ミリアの夢はもっとずっと大きいにゃん。そう、ジュエルスターになって世界中の人たちを虜にする。そして世界一のクイーンオブポップになるのが私の夢なんだから。ミリア素敵。うん、知ってる。目標は自分、ライバルは私よ。すごいなミリアは。私が大スターになってもあかりのことは忘れないでいてあげるわ。まあ忙しくてめったに会えなくなるでしょうけど、寂しくても我慢しなさい。相変わらずすごい自信。そううまくいくかな。レオン、何よレオンってば。そうよ、そううまくいくかななんて。ごめんごめん、でもそうだな。明日は7年に一度金月堂にタイムトリップのゲートが開く日じゃないか。え？タイムトリップのゲート？過去や未来に行けるってこと？そう、なんなら俺未来に行ってミリアが世界一のクイーンオブポップになっているかどうか見てきちゃおうかな。え？なんて冗談だよ。ゲートを開く魔法は禁止されてるし、第一難しくて俺じゃとても無理さ。なんだ、別に見てきたって全然いいけど。ミリアの歌でドキドキ。ママ遅いわね。もうすぐオーディションが始まります。ほら、そこの君急いで。そんなこと分かってます。それならいいんだけど。
急ぎたくてもママが来ないんだもん。仕方ないじゃない。遅れちゃった。ママ遅いよママ。ごめんね。どうしよう、私ドキドキしてきちゃった。大丈夫よ、ママがついてるから。やっぱり繋がらない。ママ、お仕事終わらないのかにゃん。大丈夫、絶対来てくれるわよ。どうしてそんなことがわかるの？あ、授業参観だって運動会だって何度も約束して破られてきたもん。それはお仕事があったから。それでもこのオーディションだけは絶対来て欲しかったのに。もういい。どこ行くの？帰る。今頃ミリア歌ってるかな。あれ、ミリアラブ。何言ってるの、ミリアはロサンゼルスに。あ、ピンクル、ピンクル、マカロンよ、出るにゃん。甘いスイーツを食べると元気が出るにゃん。今そんな気分じゃないの。ピンクル、ピンクル、ラッキージュエル。ほら、このペンダントミリアにぴったりでしょ。可愛さアップでオーディションも絶対優勝よ。オーディションにはもう出ない。ミリア、ミリア、オーディションはどうしたの？あかりに関係ないでしょ。関係ないって、昨日散々お騒ぎしてたのに。やぶやぶや。ミリア、ほっといてよ。ミリア、オーディションに出ないっていうの？え？ミリアのママが約束してたのに来てくれなかったの。でも大事なオーディションなんでしょ。諦めちゃっていいの？お仕事お仕事って小さい頃からずっとそうだった。ママは私なんかより歌が大事なのよ。あ、ミリアの気持ちわかるけど、ミリアはあの頃いつも一人ぼっちで寂しそうだった。私はジュエルペットのガーネット。よろしくね、ミリア。どうして私の名前を？今日からずっと一緒よ。クリスマスだよ、ガーネット。ママなんか歌手にならなければよかったのに。ミリア、そうよ、歌手になるのを邪魔しちゃえばいいんだわ。え？今なんて？やぶ、タイムトリップよ。タイムトリップって、あ、そう、昨日レオンが言ってたでしょ。過去に行ってママが歌手になれないようにしちゃうの。そんなことしちゃダメだよ。タイムトリップの魔法は禁止だってレオンが言ってたじゃない。ミリア、こんなところに扉？もしかしたらこれがタイムトリップのゲート？呪文が赤く光ってるわ。ティンクルティンクル、聖なる光の導きのもとに閉ざされた扉、今開かん。ミリア、上にいるの？ミリア、もし過去にいて戻ってこれなくなったらどうするの？そんなことわからない。だけどこのままじゃ嫌だってことだけはわかってる。光よ、我をいただい、我の望むところへ、過去へ連れてって。ミリアの声だ。ミリア、もう一度開けるの。
向こう側は魔法学校だから。それよりここはどこ？私が昔ママと二人で住んでた家よ。え？ほら、私が書いた芸術的な落書きもちゃんと残ってる。私たち過去にタイムトリップしたのよ。やったね、ミリア、成功にゃん。過去にタイムトリップ。あ、うわ、ボロボロ、私たち落っこちたから。どうしよう。誰かいるの？ママだわ。あなたたちは、もしかしてベビーシッターに来てくれたの？そうなんです。え、ママ、私のこと気がつかないみたい。話を合わせて。一人って聞いてたけど、二人の方が心強いわ。お名前は？あかりです。ミリ、アミリです。あかりちゃんにアミリちゃんね。それじゃあよろしく。それうっかり倒しちゃってごめんなさい。ごめんなさい。そう。え、怒らないんですか？いいのよ。ママ、どこ？ここよ、ミリア。ママちっちゃいミリアだにゃん。ミリアが二人ってなんか変な感じ。ママはもうどこにも行かないから大丈夫。ママ、今日歌手のオーディションは？オーディションはやめにしたの。どうして？もしも歌手になったら今よりももっと忙しくなってミリアにもっと寂しい思いをさせてしまうわ。でもママ、歌手になりたいんでしょ？そうね。でもドレスがダメになってしまって決心がついたの。きっと神様がそう言ってるのよ。違う。ママが一番大切なのはミリアだもの。ママはかわいそうだけど、これでミリア寂しい思いしなくて済むものね。よかったにゃん。ミリアの計画通りにゃん。で、ママ、歌って子守歌。はいはい。おやすみエンジェル。腕の中で素敵な夢を見て。ミリアね、ママの歌大好き。ママがテレビに出てお歌を歌ったらみんな喜ぶよ。瞬くようにあなたをいつも見つめてる。どんな日もミリア、ミリア、ガーネット、サンゴ、にゃ、お願いがあるの。なに、ミリア。ママのドレスを魔法で元通りに直してあげたいの。ママにオーディションを受けさせてあげたいのよ。せっかくママがオーディションを諦めたのに、何のためにここまで来たにゃん？そうよ、忙しいママに戻ったらミリアまた一人ぼっちになっちゃうのよ。ごめんね。でもここに来てどんなにママが私のことを思ってくれてたか分かったの。それに私、ママのおかげで歌が大好きになったの。ずっとママみたいな歌手になりたいって思っていたのに、そんな気持ち忘れてた。ミリア、ここに。私にも手伝わさせて。課題
弟子キラキラアイラブガーネット、スイーツ大好きサンゴニャ、ティンクルティンクルマジカルチャーム、ウィンクルウィンクルジュエルフラッシュ。これは私たちからのお詫びの印。あなたたち、これを着て早くオーディションに行って。え？でもミリアちゃんは決して一人ぼっちなんて思わないよ。え？ママの歌を聴くだけで心はいつも一緒にいられる。歌が二人をつないでくれるから。ミリアちゃんは歌ってるママが一番好きなんだもの。だから夢を諦めないで。ママの歌はきっとみんなにたくさん勇気を与えたり元気にしたりしてくれる。そんなママにいつかきっとミリアちゃんは憧れるはずだよ。不思議ね、あなたにそう言われると本当にそんな気がしてくるわ。さあ早く行って。ありがとう。私も帰って早くオーディションに行かなきゃ。へえ、ミリア、オーディションに出るんだにゃ。当たり前でしょ。あかり、うん、早く帰ろう。でもどうやって来た時と同じようにやってみたらなんとかなるんじゃない。あの魔法陣結構複雑だったけど大丈夫？待って、思い出してみる。ラブラ、おいラブラ、ダメだ、ぐっすり眠ってる。レオン、何があったんです？校長先生、ハーライト先生、僕が余計なことを言ったせいで多分アカリとミリアがタイムトリップのゲートを開いてしまったんです。まさか、いくらなんでも高度すぎます。いや、おそらく二人はラブラによって眠っている力を発揮させられたんじゃろう。では二人を呼び戻すにはラブラの力が必要ってことですか？いかにも。ラブ、ここは。そう、ラブ、ルビーとアカリちゃんはどこ？ラブ、ラブラ、力を貸してくれ。アカリとミリアたちを呼び戻すためにもう一度タイムトリップのゲートを開くんだ。お、やってみる。ラブ、ティンクルティンクル、聖なる光の導きのもとに閉ざされた扉、今開かん。光よ、我を誘え、我の望むところへ。ティンクルティンクルレオーレ、扉よ開け。大丈夫か？レオン、よく帰ってこれたの。こんなことをしてお仕置きの覚悟はできているんでしょうね。あ、すみません。ミリアは一緒じゃなかったの？ミリアはきっと今頃ミリア、ママごめんね、サイズを縮めて仕立て直してもらっていたら遅れてしまって。サイズ？はい。ママがオーディションで着たドレスよ。ママ！ミリアが初めてステージで歌うときはこのドレスを着せてあげたいってずっと。ありがとうママ！ミリア！私が
だ準優勝だなんてヘッポコ審査員ばっかりなんだから。次はきっと優勝するよ。当たり前でしょ。だって私は完全無欠の美少女なんだから。って、うん、あかり、ありがとう。ミディア、うん、こら、サボってると終わりませんよ。まだこんなに残ってるんですから。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。